さて、それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。アスカさんからいただきました。レッドプレデターってコインでも攻撃力上がりますか？そうだとしたらさらに強くなりますよね、ということで強くなると思います。まあ、レッドプレデターの能力が特技カードを使うたびに攻撃力が上がっていくので、コインも特技なんでね、レッドプレデターもだいぶ強くなると思います。まあ、次の段のトルネコは結構手札管理が難しくなるのかなっていう気はしますよね。コインに種にいろいろ使ってね、ネネとか出しちゃうともう手札常に10枚で戦うしかなくなるみたいな、それぐらい手札が溢れそうなんで、まあ、難しいっちゃ難しそうですよね。お次のコメントがこちらです。なかなかさんからいただきました。まあ、勇者アンルシアで、4ベットしてドレアム駆逐してみたいということで、できますよね。うん、4ベットすればマイナス12、12なんで、ドレアム取れちゃうみたいな。そう考えると、アンルシア結構強いですよね。まあでもアンルシアに4ベット使うのかって言われるとちょっと怪しいんですけど、まあドレアム取れれば、もうガラッと戦況変わると思うんで、まあ、そういう意味でも結構強いカードだと思いましたね。はい、お次のコメントがこちらです。ククールが強いってたまには言ってみたいよ、ということで、まあ反転とソロからあんま強いって言われてないですよね。まあでもククールはなんか今下準備してるんじゃないかなって思うんですよね。というと、まあ、前回も反転出るまではすごい弱くて、その反転出た段からもうガラッと変わったじゃないですか。めちゃめちゃ強くなって、まあ、これまで出てきたカードがこう反転に生かされるようなカードばっかりだったんで、そういう意味では今は下準備中なのかなっていう気もしますよね。まあ、でも PV にククール出てるんで、まあ、ククール強くあってほしいっていう気持ちはすごいあります。はい、まあでもアグロを駆逐するククールが、まあ、次の環境では流行りそうかなっていう感じはしますね。ということで以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回はドラゴンクエストライバルズ一攫千金カジノパラダイスの新カード、情報が解禁されたんでそちらの方を見ていこうと思います。カードライブラリーに新しく追加されたみたいですね。まずはテリーから見ていきましょう。これかな、戦士の交換所ということで、手札のコインを消費して以下の景品と交換すると、はい、1枚おしゃれなバンダナ、2枚コスト3のハヤブサの剣、3枚ドラゴンシールド。へえ、まあ、おしゃれなバンダナはこれですね。はい、ちょっと待って、ハヤブサの剣はこれね。でドラゴンシールドが多分新しいカードですよね、これ。2コスト、すべての味方に次の相手のターン終了時まで受けるダメージマイナス1を付与すると、この対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分受けるダメージマイナス1。すべての味方ってことは盤面のユニットもリーダーもってことなんで、まあそのどうだろうなまあレックステリーとかに入れたらなんか結構うざい動きができるんじゃないですかね。うん、盤面の小型のユニットたちをこう全体塾から守るみたいな、そういう感じで使えるとは思うんで、まあでもこれもらうのにコイン3枚でしょ。まあちょっと、まあ、そう考えたらっていう節はありますよね。はい、まあでも結構面白いカードですね。お次がこれか、新たな力への対価ということで、1コスト、装備している武器の耐久力と同じ数分カードを1枚引く、装備している武器を破壊する、武器を装備してない場合コンボを1枚を手札に加えるということで、なるほど、どうなんかな武器捨てちゃうんかってなるよね。まあいやこれ使われないんじゃないかなって僕思うんですよね。わざわざ、まあ、例えばレックステリーに採用するのであれば、レックステリーで武器を捨ててまでカードを引きたいってなるかなっていう感じはしますよね。まあ手札が枯渇してきた場合には使うとだいぶ強いとは思うんですけど、
そんなこと考えてられないですよね。手札が枯渇してる頃には勝ってるか負けてるかだと思うし、まあ、勇者杯見ていただいたら分かる通り、手札が枯渇しようが何しようがレックステリーは強かったっていう感じなんで、まあまあまあ多分使われないと思います。で、奇跡テリーとかに採用しても貴重な奇跡の剣を捨てることになるんで、なんか微妙、また新しいデッキで採用されてくるかなっていう感じはします。お次、ドラゴンシールド見ましたね。これが魔界ファイター6コスト4号ドラゴン系、召喚時ゲット1ベッド、このターン中味方リーダーの攻撃力プラス1、このベッドが4回発動するたび魔界ファイターを1体出す。え、結構強くないこれ結構強ないこれ、まあ、まあ4回使わないといけないって考えると、まあ、4回使うって言ってもコイン4枚使うだけやし、まあ、4枚だけってことはないか、4枚だいぶ強いか。まあ難しいとは思うんですけど、結構なんか強いですよね。魔界ファイターだからコイン 4枚使うと、2体出てくるってことでしょ。なんかすごい面白そうですよねなんかすごい強い匂いがする。で、ベッドで攻撃力プラス1っていうのも多分強いと思うし、強いんじゃないスーパーレアやし、まあレアリティ関係ないってよく言われるんですけどね、こういうライバルズのカードゲームって。まあでも普通になんか強いと思います。はい、お次、ゼシカ。お、これは全職業あんのかな、この交換所が。ゼロコスト魔法使いの交換所、手札のコインを消費して景品交換すると、1枚魔物の呼び笛、2枚、コスト6のスライムの心、3枚グリンガムの鞭と、その後カードを1枚引く。はあ、なるほど。スライムの心って、あ、これか。あれ、ああやべ消えちゃった。そうだな、これか、新しいカード、武器ですね。1コストグリーンガムの鞭、3-2、敵リーダーを攻撃できない、反撃ダメージを受けない、攻撃対象と同じ、縦一列にいる全てのユニットにもダメージを与える。めっちゃ強いなよこれ1コストでこれ、縦一列ってことは、まあ、合計3体、まあ、マックスで3体に3ダメージ与えれるってことでしょ。めっちゃ強いないかこれめちゃめちゃ強いない。コイン3枚で、まあ、これだけ強い、まあ、武器を手に入れれるって考えると、まあ、やっぱドラゴンシールドちょっと、グリーンガムに比べると弱いかなっていう気はしますよね。めっちゃ強いやんこれ面白そう。はい、ボックススライムかわいい。2コスト1-3、召喚時ゲット1、ベッド以下の効果からランダムに1つ発動する、カードを1枚引く、 HP プラス1、味方リーダーのテンションプラス1。なるほどね、ランダムか、まあ、ランダム要素は面白いとは思うんですけど、まあ HP プラス1以外は強いですよね。HP プラス1もまあ弱くはないですけど、まあ、丸1丸3が強いんで、まあ、外れは HP プラス1になるかなっていう感じですよね。なるほどね、まあ、スライムゼシカとかに採用したら面白そうなんじゃないですかね。お次、お、ブッチスライムですね。ブッチスライム3コスト1-1、召喚時ゲット1、ベッド攻撃力プラス1、死亡時このユニットの攻撃力分の数分1-1のスライムを出すと。なるほど、じゃあ6ベッドしたら盤面スライムだらけになるってことか。わあ、面白いですよね。面白い、非常に面白いカード。ただまあ、多分使われないかなっていう気はしますかね。はい、まあ面白そうですね。ダークキングと組み合わせたらおもろそうですね。少女マリベルは紹介しましたね。次は舞踏家っすね。お、来たね、舞踏家の交換場。コイン1枚で力の指輪、2枚でコスト3のシルバークロー、3枚、星降る腕輪見ていこうか。2コスト、ユニット1体に攻撃力が4以下の間、速攻と2回攻撃を L を付与すると。
結構強そうですね。4以下ってことは、まあ4以下ですよね。ですよね。速攻浮揚も強いですね。まあ、フィニッシュとなり得るカードになるのかなっていう感じですかね。はい。まあ、結構強いと思います。お次。神田田古文。神田田出んのかな今後。2コスト3に、召喚時、ゲット1。ベッド。このターン中、次に使用するテンションカードのコストは0になる。まあ、2コスト3に、ステータスは優秀ですね。先行劣化券復活すんのかな？さすがにないかな。あ、でも先行劣化券とコインの相性もめちゃめちゃ良くないですか？ねえ。あれ武術カードか。え？先行劣化券って武術カードか。あ？忘れたな。まあでもなんか先行劣化券がまた復活すんのかな？あ、違うわ。あれか。スタン落ちか。残念。じゃあ、ダメっすね。どうなんかな？なんか微妙っぽいですよね。なんか強そうやけど結局違うわ違うわ、ごめんなさい。 何言うてんねん。テンションカードか、テンションカードか。強いやん。 強いじゃないですかね。まあこいつ2ターン目に出しながらベットしてテンションも上げれるみたいな感じか。強いですね、強い。サキュバスウィンク2コスト、味方リーダーの HP を5回復、その後ゲット1と。まあ瞑想でいいんじゃないかなって感じやけど、まあコインが手に入るからって感じか。まああとイラストがもう5000点満点ですね。はい、イラストめっちゃいいな。お次ククール、僧侶の交換状。1枚福音の杖、2枚コスト2のエロスの指、3枚神秘の鎧、その後カードを1枚引く。神秘の鎧見ていきましょう。これか、かっけえ。これ姿変わんのかな。この対戦の間、味方リーダーは自分のターン終了時、味方リーダーの HP を2回復を得る。お、強くない？結構なんかいやらしいですね。フォレストドラゴが永続発動みたいな感じでしょ。これなかなか、まあだからほんまにアグロ耐性がもうゴリゴリについてきたって感じですかね、ククール。結局今までのククールって、なんかアグロに強い強い言われてたけど、なんかそのまま引かれることがもう多々あったんで、もうこういうカードが出てくれると、ほんまにアグロに強いククールみたいな感じでね、役割分担できそうなんで、いいカードだと思います。ズッシード。2コスト、全ての味方ユニットに HP プラス1と、このユニットは移動せず手札に戻らないよう付与すると。まあこれは使われない。あーでも全ての味方ユニットか。いやでも使われないんじゃないかな。使われないと思いますね。これはもう確実に対アリーナ戦みたいな感じでなってんね。まあ面白そうですけどね。さあベビーサラマンダー、4コスト26、ドラゴン系スタッツはいいっすよ。攻撃力、あ違う、攻撃時ゲット1、ベッド攻撃力プラス1。このベッドが4回発動した後、超貫通88のサラマンダーに変身する。おお、かっけえ。めっちゃかっこいいやん。うわ使いてえけど、このまあこれほんまにあれですよね、やってみないとわからないですよね。このベッド4回っていうのがどんなに難しいかっていうのが全くわからないんで、もしかしたら全く現実的ではないかもしれないんで、いやでも面白いカードですよね。ドラゴンククールがまた復活するやもしれないですね。これはめちゃめちゃかっこいいぞ。これグレイナルで増やしたいですね。出したいですね。めっちゃ絶望になるんじゃない。さあお次、商人見ていきましょう。1枚、力の種、あ違う、超力の種、2枚コスト2のバシルーラの杖、3枚ブレッドハンド。ブレッドハンド見ていこうか。その後カードを1枚引く。ブレッドハンド、うわなんだこれ。マスターハンドみたいですね、スマブラの。1コスト33、
この武器の攻撃で敵ユニットが死亡した場合、大きなパン1枚を手札に加える。大きなパンってあれですよね、ヤンガスのあれですよね。ああそうですね。強くね。1コスト33、まあだからこのコイン 3枚が相当難しいんやろね。ってことは4枚は現実的じゃないみたいな感じなんかな。まあこれはほんまにやってみないと分かんないっていうのが正直な感想なんで、まあブレッドハンドを見た感想はめっちゃ強いじゃないですか。1コスト33っすよ、やばいですね。はい、お次ブラックタヌー、あトークンか、あとで見よう。コインの種1コスト、ユニット一体の攻撃力プラス1、その後ゲット1。なんかわざわざ採用するようなカードじゃない気がします。はい、ブラッドハンド見た。あルドマン、あこれ3コストなんですよね。僕8コストって紹介しとって、8コストでこの能力は弱えでしょってなるよね。申し訳ない、これ3コストでした。はい、8コストじゃございません。さあお次これかマダライチョウ、6コスト34、ベッド12のブラックタヌーン、あさっきのねこれね、はいオッケーオッケー。ブラックタヌーンを1体出す。このベッドが3回発動するたび、他の全ての味方ユニットをプラス1プラス1。へえ結構強くね。まあ、だからマダライチョウのためにコインを残してて、3回発動してこうブラックタヌーンも3体出る。12のブラックタヌーンがプラス1プラス1で23になると、23が3体に、まあこいつ自身もですよね。あ他の全てのユニットこいつ以外か、こいつ以外か。いやでもまあなんか第2のもみじ小僧になりそうですよね。めっちゃ強そう。はい、お次ミネア見ていきましょう。魔法オーバーは見た。占い師の交換所、1枚で銀のタロット、いいっすねこれ。2枚コスト3の太陽のタロット、3枚、祈りの指は、カードを1枚引くと。祈りの指輪見ていこうか。0コストスーパーレア、味方リーダーの MP を2回復、自分のターン終了時 70% の確率で祈りの指輪を1枚手札に加える。なんじゃこれ、何これ。これって永続じゃないっすよね。1回手札に戻ってこなかったらもうその時点で終わりってこと、それとも毎ターン毎ターン 70% の抽選が行われんの、どっちこれ。でもこのターン、この対戦中やったらこの対戦中って書いてますもんね、神秘の鎧みたいな感じで。おもろいなこれ、ずっと 70% を引き続ければその日のパチンコは勝てるみたいな、そういうそういう感じで使えそう。面白いですねこれ、すげえストレス溜まりそう、戻ってこねえじゃんみたいな。インプ、2コスト23、召喚時ゲット1、ベッド一旦に1回のみ、自分のデッキの一番上のカードのコストが偶数なら敵リーダーに2ダメージ。ほう、一旦に1回なんや。まあでもこれ2コスト23でゲット1が多分強いんでしょうね。で偶数なんで、しっかりと次の環境の偶数ミネアがまあなんか安定しながら戦えそうな感じはしますね。結構強そう。はい、お次これかルバンカ、4コスト43、仁王立ち召喚時、自分のデッキの一番上のカードのコストが偶数ならゲット2。強いんちゃうこれ、全部偶数にしたったら確実にゲット2して、でこいつに、ベットすると44の仁王立ちになると。ベットすればするほどえげつねえことになるという感じですよね。ルバンカ HP12 にしてみたみたいな動画上がりそうですね。僕は多分上げないです。はい、面白そう、普通に強そうですよね、てな感じかな。はい、まあちょっと動画の時間が長くなるんで、一旦ここでこの動画は終わりと。はい、今回紹介した動画、いや違う、今回紹介したカードで気になるカードがあったらぜひともコメント欄で教えてください。
よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。